ワールドシリーズ54キロトーナメント準決勝、シロー VS クマンドーイペッティンディアカデミー。それではただいまより本日の第12試合、ライズワールドシリーズ2023アンダー54キロトーナメント準決勝 A ブロック3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー163センチ、 53.75 キログラム、ペッティンディアカデミー所属、ラジャダムナンスタジアム認定スーパーフライ級王者、クマンドーイペッティンディアカデミー。赤コーナー165センチ、 53.95 キログラム、ビーウェルキックボクシングジム所属、ライズ世界バンタム級王者、シロー、レフェリー豊永。Hey, 20!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  20
レイ。
それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ小川30対28、青クマンドーイ。ジャッジ大沢29対27、青クマンドーイ。ジャッジアキア30対27、青クマンドーイ。以上3対0の判定をもちまして、勝者クマンドーイペッティンディアカデミー。ウィークマンドーイペッティンディアカデミー。勝ちましたクマンドーイペッティンディアカデミー選手には、クマモント製作者様より記念トロフィー、またフィットネスショップ様よりオートジムホイプロテインが贈られます。
いただきます。ขอบคุณรายการและขอบคุณค่ายมวยเพชรยินดีครับและพี่น้องชาวไทยชาวญี่ปุ่นทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ครับまず大志さんに参戦させていただきありがとうございます。またあのチームのトレーナーさん関係者に感謝しております。วันนี้ก็ผมทำสำเร็จแล้วครับผมจะต้องเอาแชมป์ให้ได้ครับขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากมากครับ今日勝ってまた決勝戦にもっと頑張りますのでまた応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。選手退場。